海の日は小石戦争の敗戦によって内陸国となったボリビア共和国が定めた記念日日付は3月23日ボリビアの領土喪失。赤は地理が得た領土かつてのボリビアは太平洋に面する海岸線を領有していたこれらの地域は小石を中心にした資源地帯でもありイギリス資本による支援を得た地理企業がボリビア領における 採掘権を得て資源開発を開始した。これをめぐってボリビアはペルーとの間に対チリの秘密同盟を締結する。その後小石戦争が勃発したがチリの勝利に終わり、ボリビアとペルーはそれぞれ領土の一部を喪失する。ボリビアはバルパライソ条約によって海岸線を完全に失い内陸国となり、現在に至る。ボリビアにおいては海を奪った。 この条約を不当であると考える者が少なくなく、海への出口を回復しようという運動を啓発する目的で記念日が制定された。海へのアクセスに関する問題は、ボリビアとチリの関係を冷え込ませ続け、両国が軍事政権下の1978年には断交にまで至る。なお、バルパライソ条約に続く1904年の講和条約においては、 ボリビアに対して海への完全なアクセス権を認めている。ボリビア政府はチリがこれを守っていないと主張し、国際司法裁判所にチリに対して交渉の席につく命令を出すよう求めている。チリ政府側はボリビアに無制限の公安使用などの十分すぎる優遇を与えてきたとして、この問題自体が存在しないという立場を示している。 国際司法裁判所は二千十八年十月一日、チリに交渉に応じる法的義務はないとの判断を示した。boliviabella.com,dia d e l m a, e、n、l a r e n、a、b o l i v i エ h a t l a z o n c o m d i ル d e l m a r e n ーシー会を渇望、内陸国ボリビア、百四十年前の戦勝国チリとの国際法廷、判決へ、産経ニュース。 2018年4月9日閲覧、海への出口求めた、ボリビアの訴え、ICJ が帰却、地理に交渉義務なし、www.afpbb.com2020 年8月11日閲覧、ありがとうございます。